はい、こんにちは、アタックでございます。さて、今回なんですけどもね、モバイルバッテリーをね、一つ紹介しようと思います。タックさん、今更モバイルバッテリーかよとお思いでしょうがね、この話をいただいた時に、あ、これ欲しいと思ったんでね、紹介したいと思います。ものはね、こちら。今回ね、サンプルの方を送っていただきました。ベザレルというね、アメリカの充電器専門メーカーだそうです。そこから販売されております、マグセーフ対応のモバイルバッテリープレリュード SE という商品です。なぜ SE かというと、今から3年前のね、2019年にこれの前の機種のプレリュードというものがね、販売されてまして、今回はそのアップグレード版でございます。それではですね、早速見ていきましょう。はい、それではね、開封していきます。ね、これがね、はい、ものすごくね、ぐしゃぐしゃになってしまいました。とてもね、開けにくいです。まあこれね、見本版なんで、まあちゃんとしたね、製品版はどういう箱か分かりませんけどもね、とりあえず箱が開けにくいです。はい、で、おー、今回ですね、これピンクですね。とても、うん、可愛い系のピンク。はい、で、同梱物はですね、このモバイルバッテリーが1台、そしてこちらマニュアルですね。で、このマニュアル、今は英語と中国語なんですけども、ちゃんとですね、皆さんのお手元に届くときにはね、日本語のマニュアルになってると思います。それとこちら USB ケーブルね、タイプ A からタイプ C のケーブルが1本入っております。で、まずはこちらモバイルバッテリー、先ほども言いましたようにね、iPhone 12から搭載されております、マグセーフ対応でございます。で、バッテリー容量はですね、5000mAh となっております。機能的にはですね、15W の急速ワイヤレス充電対応、 USB 接続ですと、20W の急速充電となります。で、もちろんね、マグセーフだけじゃなくて、チー対応のデバイスにも対応していて、さらにね、パワーデリバリー、急速充電可能です。 iPhone 13ですと、25分で 50% の充電ができます。厚さがね、11ミリと、とても薄い。5000ミリアンペアワーのね、容量があるのに、で、重さがね、これ、175グラムと、とても軽量です。そしてね、保護機能も内蔵してまして、PS 認証も取得済みでございます。では、本体をね、詳しく見ていきますと、まず、向かって右側。こちら、電源ボタンですね。はい、押します。で、向かって左側にはこちら、残量を示すインジケーターがついております。2個なんでね、まあ 50% かな、1個だと 0% から25、2個だと25から50、3個だと 75%、 フルで 100% という感じですね。で、下の方にはね、充電給電用の USB Type-C のポートが装備されております。で、僕がいいなと思った点はね、やはりマグセーフ対応、これね、ほら、こんな感じ。そしてね、このコンパクトさ、旅行とかね、出張に本当ね、最適なサイズなのかなと思います。さらにね、この後ろ、こちらがね、こうパッと開くんで、このようにリングホルダー代わりにもなりますし、さらにね、こうすると、はい、ドンと、ちょっと上からね、見にくいかもしれませんけども、スタンドとなって、まあ、マグセーフ対応なんでね、こう縦置きでもヒュッと、横置きでもね、充電しながら見ることができるという点がね、これいいなと思いましたね。ちなみに色はですね、このピンクと、あとこちらの黒、あともう一色ね、ブルー、まあ、水色って感じかな、ブルーのね、3色ございます。
で、こんなに小さいのにね、ワイヤレスのモバイルバッテリーにもなりますし、その他有線だったら、まあゲームとか、あとね、電子タバコ。アイコスなんかのね、電子タバコを吸ってる方なんて、電池がなくなったら大変でしょうからね。でもこれがあれば充電できますし、さらにね、リングホルダー代わりにもなって、このように、折りたたみのね、スタンドもついてくる。もう欲しい機能がね、こう全部ついてるような、モバイルバッテリーなんじゃないかなと思います。で、こちらの商品、どこで手に入るかと言いますと、クラウドファンディングサイト、グリーンファンディングで先行予約する予定です。詳しくはですね、下の概要欄の方にね、リンク貼っておきますので、欲しいと思ったら早めに参加してみてください。ということでね、今回はこちら、ベザレルのマグセーフ対応モバイルバッテリー、プレリュード SE を紹介しました。もしこの動画が良かったらですね、ぜひとも高評価、チャンネル登録、そしてコメントいただければ嬉しいです。ということで、また。